皆様おはようございます。50歳で育児中、ニューヨークのゴリンゴでございます。そしてベイビーでございます。ですね、私たちちょっとね、離乳食が進んでないんです。この離乳食問題はまた別動画であげたいと思うんですけれども、本当にことごとくうまくいってないんです。ちょっとコメントでね、ゴリンゴさんの離乳食事情イライラするとかっていうコメントもねいただいたんですけど、そんなに急げない。やっぱり赤ちゃんってそれぞれ違うと思うんですよ。もう日本なんて特に5ヶ月からね離乳食始めてるから、7ヶ月なのにまだうまくいってないとか言ってる私のことイライラして見ちゃう方もいると思うんですが、一番ねこの子のこと分かってるのは私だなと思って、この子のね成長のスピードに合わせて行こうと思ってるので、イライラするかもしれませんけれど、お付き合いください。でね、一時ねベビーフード、ピューレあげてたんですけど、いまだにピューレです。自分でスプーン持って食べるので、ベビーレッドウィーニングで、BLW で食べ物をねあげようかって言って、それもトライしたんですけど失敗しました。はい、失敗したんです。イエローベルペッパーです。おー、チュクチュクしてるん、ちょうどいい大きさだね、ちょうどいい大きさだね。ね、カミカミできてるん、チュクチュクカミカミできるん。あー、すごいじゃん、チュクチュクだね。吸ってる。違う角度からも吸います。アボカド先生に言われた通りにあげたらね、詰まった。窒息して死んじゃうかと思って、もう本当焦った。もうこれはもう出て。でも食べれた。えん。別で動画であげます。それでね、それ以来ね、怖くてもう食べ物あげられなくてね、泣いちゃって怖かったよね。怖かったよね、本当にね。で、人参のすりつぶしとかもやったんですけど、もうギャギング、オート反射、パッてなっちゃう。ってもまあちょっとこれはあると思います。ということで、ね、でも今日はどんどんね少しずつ進歩していかなきゃいけないもんね、進歩していかなきゃいけないので、今日はなんとデイリーフード、ヨーグルト与えちゃうんだよ、うん、ヨーグルト与えちゃいます。ちょっとねご機嫌が悪いので、もうちょっとご機嫌が良くなってからヨーグルトにトライしたいと思うんです。なんとですね、ヨーグルトなんですけれども、昨日ホールフーズでじゃじゃん、こちらベビーヨーグルト、オーガニックのねベビーヨーグルトがね1ドルねディスカウントになってたんです。これ買ってきたので、だったこれ食べますよ。これを与えてみようと思います。興味ある、ほら興味あるかな、お興味あるじゃん、あるじゃん、食べたいね食べたいね、ということでこれを与えてみようと思います。はい、ではヨーグルトをあげたいと思います。怖いよね、ヨーグルトだって、もしね、なんか、牛乳とかにね、アレルギーのある子だったら、アレルギー反応が出ちゃう。おー、興味津々だね。食べたいね。じゃあ、ちょっと待って、ヨーグルト、はいはいはい、の、上澄みからやって、ちょっと待って。ほら、どうぞ。初めてのもの、いつもこの顔する、こういう顔する。どう？ヨーグルト。なんかね、ヨーグルトの上澄みみたいなところをね、取ってあげたい。今度ちょっと大きいか、いっぱいかな。どう？いけんじゃない？
どう？どう、太田さん？いけるかも。いい感じじゃない？ほら。ね、この間にんじんさ、ゲッてなっちゃったもんね。あれ、すりつぶしたけど、まだ繊維が大きかったのかな。あら、いい感じじゃない。うでちゃん、もぐもぐしてるん。これさ、揚げて食べるのはいいんだけどさ、ちょっと待ってさ、アレルギー反応出たら怖いよね。こういうのがまた心配しすぎとか言われちゃうかな。はい、はい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 。あ、でも食らいつきいいじゃないですか。ヨーグルトいいね。これヨーグルトもプレインでお願いしますお願いしますか。あの、これフルーツ入りのもあるんですけど、やっぱりねプレインがいいってあのコメントいただいてね。あの、初めからあのフルーツ入りの甘いのをあげちゃうと甘いのに慣れちゃう子が多いらしいと言って、ありがとうございますコメント。プレインでいってますよ。いけますね、いけます。おいしい、ヨーグルトおいしい。パクパクできるん。ヨーグルトはね、あの繊維質とかもないからスッて入るかな。いいんじゃない、デザー。いけますね、いける口だね。じゃあもうちょっと大きい口やってみようか。ほら、これでどうだ。ちょっとちっちゃかったか。ヨーグルトパスした感じですね。え、もうちょっとしたらもうちょっと固形物も食べれるかな。甘やかしとか言われちゃうかもしれないけど、甘やかしとかじゃないから本当に。だってもう焦ったもん、食べ物詰まったら。あの、顔が一瞬にして真っ赤になっちゃってね、こうなっちゃってたからね、ほんと怖かった。ではヨーグルトをあげたいと思います。怖いよねヨーグルトだって。もしね、なんか牛乳とかにねアレルギーのある子だったら、アレルギー反応が出ちゃう。おー、興味津々だね、食べたいね。じゃあちょっと待って、ヨーグルト、はい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 、の上澄みからやって。え、ちょっと待って待って待って、ほらどうぞ。初めてのもの、いつもこの顔するの、こういう顔する。どう、ヨーグルト。なんかね、ヨーグルトの上澄みみたいなところをね取ってあげたい。今度ちょっと大きいか、いっぱいかな。どう、いけんじゃない。どう、どう、太田さん、いけるかも。いい感じじゃない。ほら、ちょっとカメラ近くするよ。頑張って、いけそうね。こないだ人参さ、ゲッてなっちゃったもんね。あれ、すりつぶしたけどまだ繊維が大きかったのかな。アボカドで詰まって息窒息しちゃいそうだったんだよね。あら、いい感じじゃない。うでちゃん、もぐもぐしてるん。これさ、揚げて食べるのはいいんだけどさ、ちょっと待ってさ、アレルギー反応出たら怖いよね。こういうのがまた心配しすぎとか言われちゃうかな。はい、はい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 。あ、でも食らいつきいいじゃないですか。ヨーグルトいいね。これヨーグルトもプレインでお願いしますお願いしますか。あの、これフルーツ入りのもあるんですけど、やっぱりねプレインがいいってあのコメントいただいてね。あの、初めからあのフルーツ入りの甘いのをあげちゃうと甘いのに慣れちゃう子が多いらしいと言って、ありがとうございますコメント。プレインでいってますよ。いけますね、いけます。おいしい、ヨーグルトおいしい。パクパクできるん。ヨーグルトはね、あの繊維質とかもないからスッて入るかな。いいんじゃない、デザー。いけますね、いける口だね。じゃあもうちょっと大きい口やってみようか。ほら、これでどうだ。ちょっとちっちゃかったか。ヨーグルト
パスした感じですね。えもうちょっとしたらもうちょっと固形物も食べれるかな。甘やかしとか言われちゃうかもしれないけど、甘やかしとかじゃないから。本当にだってもう焦ったもん、食べ物詰まったら。あの顔が一瞬にして真っ赤になっちゃってね、赤になっちゃってたからね、本当怖かった。焦ったよね。少しずつやっていこうね。はいはい、もっと食べる。はいはいはい。おおすごいね。じゃあちょっと大きいよ。はい、あれ大腸好きなんだ。おっぱい好きだからかな。はい、よくできました。あれ何そのリアクション。今まで美味しい美味しいで食べてたのにどうして急にこの子供の反応分かりません。なんか機嫌が触ったのか、なんか量が多すぎたのかなんかじゃないけど泣いてますね。お父さん、あ、でももっと食べたい、もっと食べたい、食べたい食べたい。じゃあちょっとずつにしようか。かわいい。もうね、何してもかわいいんだけどさ。美味しかった。なんでさっき泣いたん、なんだったさっきの、ということでね、少しずつ行こうと思います。それでね、あの皆さんの家庭とねスタイルが違ったりすると思うんですけど、ベイビーも違うし、環境も性格も個性も成長の度合いも全部違うと思うんで、あの私がこれをやってるから私が正しいとか、あのうちと違うから間違ってるとか、そういうとこってないと思うんでね。あのただやっぱりね、結構ね厳しいコメントって、頑張って育児やってるママに厳しいコメントってやっぱり結構刺さっちゃうんだなと思ってすいません、コメントありがとうございますとか言っときながら、あの厳しいコメントはやめてくれとか、それね、ずうずしいけどね。あのもうこう配信してるからどんなコメントが来てもしょうがないんですけど、やっぱりね、なんかほら育児ね、みんなそれなりに頑張ってると思うんですよ。そこでやっぱりね、特に私はね、厳しくされるとね、慣れちゃうタイプなんで、すいません、それよろしくお願いします。あの励まされて調子に乗らせて、こう褒められて伸びるタイプなんですいません、よろしくお願いします。はい、いい感じ。あのあんまり食べさせすぎて、ヨーグルトどのくらい食べていいのかなね。ヨーグルト OK でした。ちょっともうちょっと様子見ますけどね。